アドルフ・フリードリヒ6世は、メクレンブルク・シュトレーリッツ大公。アドルフ・フリードリヒ5世と、ヒエリーザベト・フォンアンハルト・デッサウの長男として、ノイ・シュトレーリッツで生まれた。ドレスデンで、ギムナジウムに入って学び、後ミュン編でングームと、並行して、法学を学んだ。第一次世界大戦が勃発する数ヶ月前の1914年6月11日に、行為を継承した。 ところが1918年2月、ノイ・シュトレーリッツでアドルフ・フリードリヒは自殺した。死に至る理由は明らかでない。遺体はミローの城の島に葬られた。アドルフ・フリードリヒ6世の死によってメクレンブルク・シュトレーリッツ対抗家は継承危機に陥った。とりあえず殺生として遠石である、 メクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ4世が、摂政となりメクレンブルク・シュトレイリッツ大公国を、両メクレンブルク大公国が、ドイツ帝国ごと崩壊する1918年11月まで、治めた。大公の推定相続人は、カール・ミハイル2・メクレンブルクであったが、カール・ミハイルはロシアで生まれ、母は、ロシア大公、ミハイル・パブロビチの娘であるため、 抗議のロシア提出の一員でもあった。その上、1914年に、ロシアに帰化し、第一次世界大戦では、ドイツの敵国であるロシアの軍人であり、しかも対抗位継承権を放棄した意向を、示していた。アドルフ・フリードリヒ6世は、遺言において、メクレンブルク・シュベリーン大抗フリードリヒ・フランツ4世のジナン、次男クリスティアン・ルートビヒ公師に対して3000万。 マルク相当の遺産を相続し、ノイ・シュトレーリッツに今日移して、メクレンブルク・シュトレーリッツ大公位を引き継ぐように書き残した。またクリスティアン・ルート・ビヒが、メクレンブルク・シュトレーリッツ大公位を引き継がない場合は、遺産は300万マルクに減額されることも明記されていた。しかし結局、メクレンブルク・シュトレーリッツ大公家課長の地位は、第一次世界大戦後に、 ロシアから亡命してきたカール・ミヒャイルが引き継いだ。ありがとうございます。